はい、こんにちは、翔太です。ポケットモンスターソードシールドのシングルランクマッチやってきます。まあ、いろいろちょっと若干中身をね、いろいろいじって、まあ、試しつつやってるんですけども、まあ、およそなんかバドフォーナットのところは変わってないかな。まあ、ラッキーがちょっとね、悪くなっちゃったんだけど、まあ、とりあえずちょっと戦術先決めるか。バドラッキーまで確定で、あと1はま、できればフォー置きたいんだけど、ウラオスが、まあ、水だったらバドで気合い入れて倒す。赤だったら鬼火入れて方で見るみたいな感じで頑張りたいかな。あと、まあ、ザシアンの方次第みたいなところはあるんだけど、で初手で出しって基本的に、ま、出し負けが少ないバドから入って、まあ、ザシアンに鬼火入れてスタートしてもいいかな。まあ、そうするとちょっとね、水ウラオス重くなっちゃうんだけど、まあ、これでいきますか。まあ、スカーフは、オーガが持って、てるんじゃないかなと思ってるんですけど、オーガから来る初手オーガ辛いな。いや辛くはないんだけど、ちょっと頑張った動きしないと、まあ割と厳しめかなっていう。こうラッキーに引くところはいいんだけど、その後だよな。ただサンダーまで考えると僕ラッキーになるんだよな。熱風なければね、ナットレイでとかってちょっと、いきなり、ナット。これどういうあれなんだろう。なんかケアしたんかな。割と困っちゃう展開ではあるけど、まあ幸い裏に方いるから、とりあえず負けるうちにステロを巻いておきたいんだよね。オッケー。これで、オーガの潮吹きちょっと弱くなるから。まあ、あと、いきなりプレスとか飛んでくると、まあまあきついんだけど、それはない。はたき。まあ、これもしょうがないかな。いや、これね、一応、てか、技構成 B だと思うんだけど、僕のラッキー今回ね、魂を、あくまで魂売った方で持ってきたので、ここ何に引くかな。割と歌いたい場面だけどね。歌うか。弾くよね、そうだよね。弾いた時に、いや、出てくるもの次第で歌っておかないと非常にまずい。オッケー、ウラオスはこれ当てないと結構まずくて。当てて、お願い、お願い。ステロ入る。ふっ、まずくて、超まずくて。早くもうラッキーを切る展開になろうかとしてるところなんですけども。いる、これ耐えないよな。痛すぎる。ちょ、いくらなんでもさ、ダメージが暴力的すぎるんだよな。で、あとね、問題はウラオスの型なんだよね。まあ、バドから入るんすけど、いや、ただここ処理させてくれるん、いやでもね、大画かどっちかがスカーファンだよな。悪事も割と嫌だけど、それは、大サイコ打てばケアできるから。ショック打ちたくて、ウラオス倒させてくんないかな。スカーフは割とやめてほしくて、引く。一旦ナット出てくる。で、問題は次のね、僕の引きが通るかどうかで結構変わってくるんだよな。ショックのダメージ悲しくて、突っ込み、いや一回引くしかないよな。ちょ、歌う外れちゃったせいでだいぶきついっていうか、それは歌ってる方が悪いから何も言えないんだけど、まあここの畑はそんなに問題じゃなくて、燃やせを決めるか、オーガに燃やせが入ると結構でかいんだよな。いや、燃やせ入れに行くか。ステロ込みで。まあまあ削れる。ああ、ナット処理できんのはまあ、それはそれで。だったら身代わりだったな。
や、でも割とね、これはこれであると思ってて、バド、タスキ残ってるから、バドの一環で、済ませれないっすかね。オーガー。雨になっていて、ダステロ入ってるからな。ここ、なんとかなればワンチャンあるんだけどな。ナット突っ込むんだったらさ、身軽張ってから声援でよかったんだけど。まあさすがに多分ほぼオーガより遅いから、ウラオス悪者持ってること考えると最高絡めて処理しないときついな。まあそうだよね、多分スカーフだと思っているが、草原サイコとかで落ちないかな。ちょっと弱いな。ただ残せば最高で倒せればいいんだけど、一番入るの草原だから草原打つしかないんだけど、君もダイマックス切ってくる。問題はここで、だラオスが多分スカーフじゃなくて、ではバドに対してアメカで引いたとこ見るとスカーフじゃなくて、ここ処理できれば悪ジェさえなんとかなれば大丈夫なんだけど、悪ジェ耐えるとこまでヒットミント残せるかな。ね、あそこ歌を外したの割と痛かったんだよね。当たってると僕バド引いて勝ってたんだけど、まあそれ言ってもしょうがなすぎるな。本当に使うもんじゃないああいうポケモン。あ、オッケー、草原2発で取れる、ね、これワンチャン歩くね。ストリーム、ちょ、歌うラッキーに、まあ、頼るなっていう話なんだけど、あ、これフィールドをね、回復量考えたら多分悪事圏内は脱出できるはずなんだよね。で、この回路がまあまあ柔らかいな。草原草原で落ちるから、いや、仕込んどいてよかった。バンギーを始末するようなんだけど、まあ、削れば通せるっていうね考えなんだけど、ここ引く。いや、それならそれで僕両面処理できると思うけどな。ダイマックス切れると、あとパワーがちょっと著しく低下するからね、削れてる分。オッケー、フィールドだと回復できるのがまあまあ強い。まあ多分スカーフなんだろうね。で、十中八九そうだよね。いやー、もう僕あそこで歌っ、でもさ、ウラオス結局さ、急所だからさ、当たってくるのがさ、歌わなくてもさ、どっちみちだったんじゃないかって思うんだけどな。甘えてても、結局、だから。うわー、お前それ、ちょっと突然違うこと狙ってきた。危なっ。オッケーオッケー。てかあれか、王がこんな削れるもんか。思いのほかいけるな。オッケー。あー、結構ハードだねこれ。はい、そのまま続けて2戦目やってきます。なんかきついものの詰め合わせみたいな感じだけど、まあバドレックスは僕ラッキーで見ると決めているので、ではバルジーナ投げれないわ、さすがに。バドから入って、ホーラッキーって選出になるかな。ただ、さすがにね、バンギーが重すぎて、ちょっとランドロスを投げたい気持ちになるんだけど、ランドラキ、バドレックスとかありだな、選出。
あー、その方がいいか。ランドから入ってラッキーバドレックスかな、裏。初手の、あー、そうだね、引けばいいから。まあ、S バーあたりを考えるとランドから入らざるを得ないかなっていう。まあ、これでいくか。ちなみになんだけどさ、ラッキーの歌う、そんなに役に立たない話ある気がするけどね。相手もランドか。お互いランドちょっと難しいけど、どっちが早いかによって、同速か、まあ相手がスカーフかね。これね、僕最速取ってるのに、下から動くってわかるの、ちょっとでかくて。スカーフの話と同速の話があるんだけど、剣棒して裏目、ないな。多分剣舞でいい、ここ。あー、お互いそういう感じか。それだったら僕バド引きで鬼火とか全然ありだったけど。え、僕のランド最速だよね。なんかちょっと遅いとかないよね。なんか2回連続で下から動くとちょっと不安になるな。大丈夫だよね。まあ、でっかくなるしかないよな。やたらなんか相手だけ先に動くんだよな。大丈夫かな。これここでさ、お互いあれか、ナットとかいれば引きの選択肢はあったんだけど、まあお互い対応できなかった感じだからしょうがなくて、まあこれもう全然多分型も全部同じなんだよな。超しょうもないミラーになっちゃったな。これね、ダイマ切っちゃったから、バンギちょっときついんだよな。処理に困ると思うんだよな。まあ、これ同速ってバレる。強っ。これ急所？普通？いや、これでも結局、あれだな、素早さゲームだな。なんか僕だけ死にそうになってんの勘弁してほしいな。まあもう一回ジェット押すしかなくて、ここ上から動いてくないとちょっと普通に無理なんだけど、オッケー。これ上から動いた方が勝つぞ、さすがに。どう考えても有利すぎるもん。でまあ裏のラッキーでいろいろ詰めれると思ってて、しかもダイマックスさん残ってて結構でかい、これは。まあ、問題はあと S 場かな。不意持ってた場合どう処理するかっていう話になるから。バドか。これね、スカーフの話ワンチャンあるんだよな、これ出てくるってことは。まあ、スカーフじゃなかったとしても、威嚇残した方が多分偉いから。一回ラッキー引きで。いや、スカーフじゃないとこう出てこないから、さすがに。いや、玉なめで処理できるから捨てっていう話はなくはないんだけど。オッケー。出てくるとまずいやつは、S バーは多分、気合い入れれば処理できるっしょ。捨てろじゃないかな。突然たぐんできたりするとちょっと困るけど、まあ見てから歌うしかないね。それは挑発ちょっと困るやつで、ちょ歌うラッキー終わったんだが、ちなみにここ突っ込みます。匠、助けをね潰すことが何より重要なので、動き的にこれ助けだな。で、僕、助けた手に突っ込んだ場合が、まあ、同速対決になるから、一手切ってからやるのは確定なんだけど、さすがにランド捨てだよな。S 場に対して、S 場ちょっときついけど、S 場はもう切るしかない。ただ、レジェリキ
いや、ゼルネじゃないかな、ラスト。ラッキー残した方がいいと思うんだよな。ランドから入った時に、僕のナットに対して、バドの直引きは多分めちゃくちゃ弱いから。いや、そう思うとなんかエスバっぽい気するけどな。でもなんか多分ラッキー残した方がいいと思うんだよね。まあ、エスバだったら、膝に、あれかな、バド投げて、鬼火入れて、みたいな感じで気合い入れるしかないかな。ここはどんだけたくまれて、同速勝てば全部解決するんだけど、それにかかってるっていう話なんすよ。自信できて、たくみやったらね、僕、バド投げたかったけど。まあ、残念ながらここも同速になってしまっていて、ランドミラーで勝ったけど、ここのミラーも僕にできれば勝たせてほしいな。いや、このタスキが残るか残んないか結構重要で、ただまあ残んなくても即負けではないんだけど、この出し方超スカーフっぽくない？いや、これでもね、割っといたのが生きるはず。ちなみにこっからバンギ出てくるとちょっときついんだけど、歌うしかないんだけど。バンギラスにラッキーを投げて歌わなきゃいけないっていう、かなり厳しい状況に陥るんだけど、こう悩み方は多分いないね。なんかとんでもない技ってか、それ僕の方が上に、上から動いてたら、どうしたんだ？いや、ちょ、でもバンギはない、バンギはない、バンギはさすがにない。ゼルネ、ゼルネはでも処理できるかな。で、2発で落ちなそうだったら考えなきゃいけないね。さすがに落ちるよね。やばい、これラッキー、歌うラッキーが貧弱な動画になったわ。まあ、バドで詰めて勝ちと。バトンはどういう意図だったんだろうな。なんか押しミスな気もするけど。まあ、これは僕助けあるんで、同速負けても負けないっすね。いやー、ちょっとやっぱ歌うラッキーはね、これでみんな使うのやめてくれるといいっすね。その方が平和な世界に突入できると思います。ビットでオッケー。ちょっと歌うラッキーの動画で歌うラッキーが弱いですって話するのひどいけど、 GG とね、お疲れっす。